ケビン・ハービックは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州出身のナスカールドライバー。2017年現在は、スチュワート・ハース・レーシングより、モンスター・エナジー・ナスカールカップシリーズに参戦。また、カラ、ナンバー98より、エクスフィニティシリーズにも参戦。2014年には、スプリントカップシリーズのチャンピオンに、エクスフィニティシリーズでは、二度のチャンピオンに輝いている。 生は、カタカナ表記では、ケビン・ハービックとされることも多い。1995年、ナスカール・スーパートラックシリーズプレゼンテッド・バイ・クラフツマンに、第19戦、メサ・マリーンで、初参戦。1999年、ナスカール・ブッシュシリーズに、リチャード・チルドレス・レーシングより、カーナンバー2でスポット参戦。第25戦、ダーリントンでは、予選普通か、 第29戦ロッキンガムではグリッド24位で決勝進出するもののエンジントラブルにより42位フィニッシュとなる。翌2000年よりブッシュシリーズにフル参戦。第21戦ゲートウェイでの初勝利を含め3回の優勝を上げ年間ランキング3位ブッシュシリーズのルーキーオブザイヤーを受賞した。2001年シーズン開幕戦デイトナ500で 自己死したデール・アンハートの代わりとして、最高峰、ウィンストンカップシリーズに、第2戦ロッキンガムから参戦。カーナンバーは、デール・アンハートの3を引き継がず29とした。第4戦アトランタで、カップ戦、デビュー3戦目にして初優勝を果たす。デビュー3戦目での勝利は、カップ戦最速記録となった。デビューイヤーは、年間2勝、トップ5フィニッシュ6回。 トップ10フィニッシュ16回、ランキング9位と高成績を収め、ウィンストンカップのルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。同年は、ブッシュシリーズもフル参戦しており、第7戦テキサスをはじめとして5回の優勝を挙げ、シリーズチャンピオンを獲得した。2003年、第21戦ブリックヤード400では、カップ戦、キャリア初となるポール・トゥ・ウィンで勝利する。2006年には、 第35戦フェニックスでシーズン5勝目を獲得するものの年間チャンピオンの座は同じく年間5勝のジミー・ジョンソンに奪われた同じくフル参戦したブッシュシリーズにおいてはキャリア最多となる年間9勝を挙げ2001年に続き2度目のシリーズチャンピオンを獲得した2007年開幕戦デートナ500で初勝利を挙げる 2014年シーズン、カップ戦初参戦より13年間在籍していた、リチャード・チルドレス・レーシングを離れ、スチュワート・ハース・レーシングに移籍。移籍に伴い、カーナンバーは4に変わる。最終戦ホームステッド・マイアミで、キャリア最多タイの5勝目を挙げ、カップシリーズチャンピオンを獲得した。2017年、スチュワート・ハース・レーシングはマニュファクチャラーを、 シボレーからフォードに変更。これに伴い、ナスカール海カ,カテゴリー発参戦から乗り続けていた、シボレーと離れることとなった。フォードフュージョンに乗り換えたばかりの初戦デートナ5 0 0では、ステージ2で勝利したが、129周目にビッグワンに巻き込まれ、22位でフィニッシュ。翌週の第2戦アトランタでは、ステージ1及び、ステージ2で勝利し、 全325周中の292周をリードしておきながら、ピットロードスピードオーバーのペナルティを受け9位フィニッシュとなった。その後もしばらく勝利には届かないものの、ポイントを着実に稼ぎつつ、第16戦そのまでは2006年、第22戦、ワトキンズグレに以来のロードコース通算2勝目を挙げ、プレイオフ進出を決める。 プレイオフでは、レギュラーシーズン中の獲得ポイントにより常に上位につけながら、第34戦テキサスで勝利し、チャンピオンシップ4へ進出した。なお、この年勝利を挙げた、そのまとテキサスは、自身のカップ戦、キャリア初勝利であり、未勝利のトラックは、ケンタッキーとポコノの2カ所となった。チャンピオンのかかった。 最終戦ホームステッドマイアミでは一度もラップリード、できず4位フィニッシュ、最終順位は3位となった。2017年シーズン限りで、ベール・アンハート・ジュニアが引退、マット・ケンゼスがフル参戦を断念したため、2018年シーズンにおいて、ジミー・ジョンソンと並んで、現役最年長のフルタイムドライバーとなった。2018年シーズンは開幕戦。 デートな500では103周目のクラッシュによりリタイアするが第2戦アトランタで2001年のカップ戦初勝利以来のトラック2勝目を獲得した。なおアトランタでは前日のエクスフィニティシリーズも勝利している。続く第3戦ラスベガスでは第1ステージ及び第2ステージを含む完全制覇を果たしナスカールナショナルシリーズ通算100勝目を挙げた。 続く第4戦フェニックスでも勝利し、第2戦からの3連勝、カップシリーズ通算40勝目となった。フェニックスでの勝利は、歴代最多の9勝となった。第11戦ドーバーでは2度目の3、ステージ完全制覇、第12戦カンザスでは、ポール・トゥ・ウィンの5勝目を挙げた。翌週行われた、ナスカール・オールスターレースでは2007年以来の2度目の、勝利を挙げる。 第13戦以降しばらく勝利から遠ざかるが、第20戦、ロードンでは295ラップ目に、カイルブッシュをバンプして、パス、7周を逃げ切り、シーズン6勝目を飾った。第23戦ブルックリンでは3度目となる3、ステージ完全制覇でシーズン7勝目を挙げる。同シーズンは、第34戦テキサスでの勝利を含め、 キャリア最多の年間8勝を上げる活躍を見せ、同じく8勝のカイル・ブッシュ、4勝のマーティン・トゥーレックス・ジュニアと並んで、ビッグ3と称された。しかし、最終戦ホームステッド・マヤミでは、上位ロガーノに敗れ、最終順位は前年と同じく3位となった。太字予選タイムによる、ポールポジション。車体、ポイントスタンディング、または練習走行タイムによる、ポールポジション。 サイタラップリード。モンスターエナジーナスカールカップシリーズデートナ500、エクスフィニティシリーズキャンピングワールドトラックシリーズ、シーズンスティルインプログレス、1イ,インエリジブル4シリーズチャンピオンシップポインツ、ハービックのニックネーム、ハッピーハービックは、彼の短気な性格を揶揄して、チームメイトにより名付けられた。彼のピットマーカーが、スマイリーフェイスなのはこれに由来する。 キャリア初期にはアグレッシブなドライビングスタイルからベイカーズフィールドバッシャーと呼ばれており2011年以降は終盤に追い上げて優勝するレース運びからザクローザーとも呼ばれるようになった2014年シーズンの第34戦テキサス終了後ピットレーンでジェフ・ゴードンとブラッド・ケセロースキーが口論を起こしていたところハービックが突如 ケセロースキーを背後から突き飛ばし、これをきっかけに大乱闘が起こる騒ぎとなった。ナスカール乱闘史に残る、この騒動の発端となった、ハービックの行為は SNS で、ハービッキングのハッシュタグで拡散され、非公式ながら T シャツなどのグッズとして販売されるほどの反響を呼んだ。ありがとうございます。